オウモンハタとは、鈴木木タか旗赤、マハタ族に属する魚の一種。地域によって、ハエアカバ、モウ、キジハタなどとも呼ばれる。しかし、標準和名を、キジハタという魚が別にいるため注意が必要。全長約31から50センチメートル。体型は、典型的なハタ類のもので、頭は少しほっそりしている。 生魚の比例や体には、高褐色から褐色の丸い斑点が密に分布し、単色の網目模様を成していて、尾ひれは、節型でその公園は白い縁取りがある。幼魚には、縞模様がある。円藩は成長とともに、相対的に小さくなり、数を増すので見た目が変わる。宝石旗は、本種に似ているが、 反点が本州より小さく密であり、尾ひれの公園が円形で白くない。またキジハタとも混同される。インド洋から西太平洋に生息し、日本付近では東、シナ海に見られる。濃い部分がインド太平洋岩礁の深場や沖の根などに住む。本州を含むハタ類は他の魚種と混獲されるか、釣り漁で漁獲されるため、水揚げ量はあまり多くないが、 微味なので高級魚として扱われる。煮付けや鍋料理などが美味しい食べ方とされ、刺身や塩焼きとしても食べられる。玉買イすべてマハタ族。並びは、学名順。ABCDEFGHIJ 木村、1998年、70ページ、ABCDEFG 岡村、2岡、1997年、272ページ、ABC 小西、2011年、 46ページ、ありがとうございます。